こんにちは、大地球です。オラホの地域自慢、昨日からハッチ4階にあります、南部先より工房長さんにお邪魔をしております。先生の井上澄子さんにお話を伺います。今日もよろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。県の伝統工芸士、はい、ね、頑張ります。頑張りますじゃなくて、いつでしたっけ平成14年にいただきました。あ、はい。伝統工芸士になると何かいいことあるんですか。まあ先折りの小遣いさんじゃないですか。伝えてあげる、伝えるっていうことが使命ですから、うん、それ伝えることがいいことでしょうね、うん、それが、工芸士という、まあ、看板を背負って、はい、先生が伝えると。はい、そうです。そういうことね。はい、そうです。はい、それで、先生昨日の話だと盛岡に編み物 の、はい、その研修に行って先織りに出会ったという話でしたが、もともと編み物とか、針仕事とか、はい、そういうのはお好きだったんですか。もうね、本当に好きでしたね。もう小学4年生ぐらいからね、針持って自分のブラウス縫ってましたもん。はあ、それを鍛えために。戦前ですよね。戦後です。あ、失礼いたしました戦後鍛えために。大変失礼いたしました。昭和22、3年頃ね、物がなくてね、そういう時に、型紙を布をちゃんと母が立ってくれて、はい、それでフレンチスリーブですけど、自分で縫ってんすよ、4年生ですよ。それでちゃんとこう切れて学校行きて行って、みんなに先生にね褒められます。その褒められたっていうことがね、後のますます自分がものを作りたいっていう意欲に、その時からずっとこうね、自分でものを作りたいっていう願望に燃えてたんですよね。じゃあ、まあ先折りに出会うのも、それは別に何の不思議もないですね、今考えるとね。そういう人が巡り合うようになってんですね。そうですね。それで、まあ昨日の話でこたつ掛けっていう話がありました、はい、先より昔ね、はいはい、で今ここの工房長さんにはいろんなの置いてありますよね。巾着でしょ、はい、ブックカバー、ブローチ、それからベスト、あと何、角帯。これ先生がオリジナルで考案したのもあるんですか。もうほとんどそうですね。ほとんどそう。そうですよ、はあ、そしてお弟子さん方が作って、うん、ですだってそれが私の後世に伝えるっていうその使命ですからね。物作らなかったらお弟子さん何もおるだけじゃ意味がないからね。まあまあ、そうなんですけど、うん、へえ。そう、例えば、はい、分かりやすいのどれかな。ベスト、はい、ベストね。これ一つ織り上げるのにどのぐらい時間かかるんですか。普通にできる人で、普通にできる人で3日くらいですか。あ、3日でできるんですか。だって普通にできる人ってことは織れる人だからね、はい、3日くらいで、うん、してあとは裁断してミシンかけるんで、やっぱりどの子の言っても1週間以上かかるよね。普通にできる人ですよ、はいはい、先生だと半日でできちゃうと。そんなことある。私に時間くだされば2日でできますよ、仕上げまで。まあ仕上げ3日かかるかかるね。3日はかかる、ね、でも3日でできる。そう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 、私に時間くれればね、はいはいはい、そう。今は時間がないからね、80になるの待ってますから。はい、はいはい、それでね、昔はこたつ掛けがね、いろりの上に火がボンボンいこってる上にかけるから、うん、幅2センチぐらいに裂いて、そしてこたつ掛けを作られたんで、ものすごい重かったんですよね。で今はその8ミリか1センチを満たない細く裂くから、それでいろんな作品ができ、薄く出来上がるから、
でミシンがこうかけやすいでしょ。熱くないから。ええ、それでもオリジナルでもこういうの作りたいなと思えばもう、うん、裁断もできるしね。まあ、要塞、まあ、要塞っていうか針仕事好きだったからそういうのも。そうなんてことはない。でもできるだけね、家庭に密着したもの、うん、町に持って歩けるもの、はいはい、でそういうような感じで進めてますので。先織りってすぐ洗えるし、そう使えば使うほどこなれてくるから、ね、こなれてね使いやすくなってるしね。そうもうこれはね綿でしょ、うん、綿に近くなるでしょ、はい、使えば使うほど柔らかくなるんです、そうなんですよね。もうね愛着があってね、うん、もう半分破けてても使ってます。いやそうですよね。そう破けたのまた裂いて作るとはできないんですか。もうできません。あできませんね、それはもうくつろぐんですよ一生懸命。くつろぐ作ろう。あ作ろう。ね、はい、落ち着いてくださいね。はい、はい、でまあ生徒さんたちも、うん、独り立ちして、はい、それぞれがやっぱりデザインだとか色だとかそうね、うん、それぞれの個性を出していけばいいわけですよ。そうですそうです。もう私以上に立派なお弟子さんたちいっぱいいますよ。やっぱその人のセンスだからね。そうですよね。感性もあるしね、はい、生徒さんたちは、はい、それぞれ自分のうちにこの地旗あそうです持ってる、地旗持ってるんです。まあそうじゃないとね一時ここ来てられないですもんね。そうそうそれはね作ってくれる方もまだね寸法もきちっとあれして家具屋さんですけどね、もうさっと作ってくれます10日くらいで。だからみんなが作るとそこでまたその家具屋さんもね独立できるっていうか採算が合うわけだよね、まあ、そういうふうにうまくいけばいいんだよね、はい、ですね、うん、まだ孫弟子はできてない。あ孫弟子さんできてますよ。あできてます。はい何だと思ってたんですか今。全然別のこと考えてたでしょ。孫弟子さんはね私ほら学校に小学校にクラブ持ってるんですよ、はいはいはい、でそのお子さん方が12名くらいいらっしゃるのね。本当に楽しく追ってましたよ大人の織り機で。でもそれ孫弟子って言わないでしょ。孫弟子じゃないですか、うん、もう違うの。じゃあ孫弟子ってのはお弟子さんのさらにお弟子さんのこと孫弟子。もうそこまでできてないね。できてない。もう何やってる、ね、みんな先生が偉大すぎるからお弟子さんたちが自分まだ先生頼っちゃってるんじゃない。それもあるんでしょうかね。それあると思いますよ。だからやっぱり80になったら一線を退いてね。独立させないダメだ ね自立させないとね。ああそっか自立ね。だから先生が昨日言ってたように80になったら、うん、そうそうそう、もう一線退いて自分のためだけに先寄りをおれば、うん、自然にお弟子さんたちが自立してるんで。ああなるほど、うん、早く80になった方がいいですよ。それだよ ねもう本当だ。その孫弟子さんとはそういう意味なんですね。そうです。分かりました。うちの孫大きくなったなもで。ああはい、そうですよ。まあ、80になりますからね、言葉もどうぞ許してください。構いませんけどね。でここにその、はい、こたつ掛けが、いつのでしたっけ？古いのがあるんでしょ？そう、明治の初め頃おったのね。はあ、布は江戸末期にのだと思いますよ、うん、明治の人がおったんだからね。はいはい、それと？それと大正。大正。の方がおられたのと、うん、昭和の方がおられたのと。ということはそのここにあるこの地旗が150年前のが1台あるって言ってましたが、それと同じぐらいですね歴史はね。そうです ねそうそう、その頃おられたんじゃないですか、うん、そうなんだ。へー。で実は井上先生は八戸の方ではないのです。そうそうそう、私ね北海道なんですよ、ね、北海道もねオホーツク海の斜里っていうところでね、うん、生まれまして、うん、で嫁に8年に来た。
でしょ、はい、でそ地元の人でない人がこうやってこの辺で古くからあった南部裂き織に着目をして広めているというね、八戸人としては何て言っていいのかよく分かんないんですけどでも井上先生がいてくれたおかげで裂き織がこれだけね今、私たちの手の届くところまで来てるわけですけど、いやいやそうじゃないですよ、やっぱり先人の人たちが広めて、いやいや、あの先人の人たちがあの残してくれたから、そうそう残ったのに、ね、でも気がついたのは先生だから、あそうそうそう、やはりよそから来てるからね、すごくあって当たり前じゃなかったわけだ、こんな素晴らしいものがここにあったのかと感動したんです。そうそうそう、新鮮だったの。まして織でしょ、うんうん、織っていうのは女の命だからね、布を織っていかないって切れないでしょ、着せれない、はい、だからもうそれが自分で織れるのかなっていう、なんていうの、思いっていう感動を、うん、ぜひ自分も織ってみたいと。先生今日着てるのは、これみんなさっき織りです、エプロン、エプロン、これね20年くらい前に作ったんです。へ、紫とグリーンですがね、もうこれ着てるとあったかくてね、うん、すごいですよ。で上に羽織ってるのはベスト、これベストね、ベストあったかい、本当自分で自分のものは自分で織って作るっていうのが私のモットーです、はいはい、じゃあ私の帽子も早く作ってください、こればっかり言ってますけどね。わかりました、80まで待ってください、はい、というわけでとっても楽しい井上澄子先生にお話を伺いましたが、先生まだ喋りたいことの10分の1も喋ってないっていう話なんですけれど、いつかまた聞かせてください。はい、わかりました、本当にありがとうございました。いい、ありがとうございました、はい、オラホの地域自慢ハッチの4階にあります、南部裂織工房長さんにお邪魔をして先生の井上澄子さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。